マドリードの国立考古学博物館に所蔵されているグアンチェ族のミイラ。グアンチェ族のミイラはカナリア諸島先住民であるグアンチェ族の人々が同胞の意外を意図的に乾燥保存したものである。グアンチェ族のミイラ作成は15世紀スペインの入植頃まで行われていた。その後彼らが不明的に強要された破壊を免れて現存するミイラ軍からは そのエンバーミング技法が古代エジプトで行われていたものと似通っていることがわかっている。テネリフェの自然と人の博物館が所蔵するグアンチェ族のミイラ。グアンチェ族支配時代を通じて継続的にミイラ作成が行われていたのはカナリア諸島の中でもテネリフェ島のみであった。グランカナリア島で発見された古代人のミイラについては近年調査が進められた結果、 死体を意図的にミイラ化し保存しようとした形跡は認められず、気候条件などにより自然発生的にミイラ化した可能性が高いとされた。ラパルマ島のミイラも同様に自然発生的なものであり、ラゴメラ島とエルイエル島についてはミイラが存在したかどうか自体が立証できていない。また、ランサローテ島とフエルテベントラ島は調査の対象となっていない。 特に保存状態が良く、体系的な調査研究がなされているものは、テネリフェ島で発見されたミイラ群である。1933年、テネリフェ島南部、サンミゲルデ・アボーナのチョバで、グアンチェ族のネクロポリスが発見された。ここには、墓地港自体の破壊を免れ得た60から74体のミイラが存在していると推定される。 グアンチ族のミイラの身体的特徴に関する調査では彼らが非常に長身だったことが分かっている。平均身長は男性が 170cm、女性は 157cm である。また、多くがたくましい体つきをしていた。カナリア諸島に現存する最古のミイラはテネリフェ島ジで発見された紀元後3世紀のものである。14世紀スペインの探検家たちが カナリア諸島を訪れた際の記録では、グアンチェ族は、社会的地位の低いものは、砂地の墓場に埋葬する一方、高い階層のものはミイラにして一人ずつ、個別のホラー穴に横たえるとしている。こういったアンチ場所となっていた洞窟には1000体前後のミイラが存在したと考えられるが、大半は失われ、完全なミイラは、諸島全体でも20体が残るのみである。 各も多数のミイラが失われた理由としては、ミイラを破砕して作成する薬剤の人気が高まったためだというのが定説である。グアンチェ族のミイラ作成士は、男性、女性のグループを形成し、個人の性別ごとに定められた手順に従って、作業を行った。グアンチェ族の文化においては、ミイラ作成に従事する者はその仕事の性質上、不条の存在とみなされていた。 初期の探検家たちは、グアンチェ族のミイラ作成法に関して様々な、慣習があることを報じていたが、近現代の科学的分析により動部切開、防腐処理、詰め物の三つの方式があることが突き止められた。この三つの方式は、ミイラ作成時の時代状況に応じて様々な形で、併用された。1876年、グレゴリオチルイナランホはいくつかのミイラから、 内臓を除去する目的で付けられたと推定される石灰根を見出した。ドナルド・レジナルド・ブロスウェルの1969年の研究により、グアンチェ族の間でこれらの動物石灰技法が行われていたことが証明された。ブロスウェルは他の科学者グループと共に、グアンチェ族のミイラの病理学的検査を行った。この検査により、意外はまず腹部及び胸部を石灰され、 それにより生じた空洞にはかなり松の樹皮を含む泥様物質が詰められたことが明らかになった。詰め物が筋膜によって包まれている事例もいくつかあったが、それがエンバーミング手順として明確に定められたものであるかどうかは不明である。1991年、カナダモントリオールのマギール大学レッドパス博物館にてパトリック・ホルンが行った調査では、 腹部空洞の詰め物に線類が使用されていたことが判明した。線類以外にも様々な種類の土着植物が詰め物として体内に残されていた。意外のその他の部分の防腐処理は基本的に樹脂と動物の比較を組み合わせて包む方法が使われた。この時使用する樹脂には鉱物類、植物類、脂肪分などが加えられており、 日光内出訓園でもって乾燥処理を行う前に胃外全体に塗り広げられた。手順の最後に胃外は動物の比較で包まれ安置場所へ横たえられた。包むのに使用する比較の数は個人の社会的地位によって異なり、例えば王の胃外には15枚の皮が使用された。ありがとうございます。